アンヘル・ルイス・サンチェスは、プエルトリコの馬顔出身のプロ野球選手、ウトウ右ギ現在は、MLB ロサンゼルス・ドジャースの参加に所属している。1999年の MLB ドラフトで、フロリダ・マーリンズから12巡目で指名されたが、契約しなかった。2001年の MLB ドラフトで、カンザスシティ・ロイヤルズから11巡目で指名され入団。この年は、 サンカルーキー級、ガルフコーストリーグのガルフコーストリーグロイヤルズでプレーした。2002年もサンカルーキー級、ガルフコーストリーグロイヤルズでプレーした。2003年は A 級バーリントンビーズでプレーした。2004年も A 級バーリントンでプレーした。2005年は A 級ハイデザートマーベリックスでプレーした。11月18日にルール5ドラフト出た。 球団からの指名を避けるため、プロテクトに入った。2006年は、開幕を AA 級、ウィチタラ・ングラーズで迎えた。9月20日に、アンドレス・ブランコの DL 入りに伴って、メジャー昇格を果たす。23日に、デトロイト・タイガース戦で、メジャーデビューを果たした。26日のミネソタツインズ戦でメジャー初安打を、記録した。2007年は、 右肘の怪我でプレイしなかった。2008年に復帰し AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイした。2008年11月にウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍した。2009年は参加の AA、a、級ラスベガスフィフティワンズでプレイした。2009年11月25日にボストンレッドソックスと契約を結んだ。2010年はトリプル a 級 ポータケットレッドソックスで62試合に出場した。5月20日に1試合だけメジャーで出場している。2010年7月1日にケビン・キャッシュとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。2011年7月11日のシカゴ・カブス戦でライアン・デンプスターからメジャー初本塁打を記録した。2012年は参加のトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスでプレイし、 メジャーに昇格することはなかった。2012年10月26日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。移籍したマイサー・イズ・トリスに代わるユーティリティープレイヤーとして期待されたが12月6日にリュールファイブ・ドラフトでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2013年は4月9日の試合後に負傷し DL 入りした。 結局、メジャーでは、この一試合の出場に止まる。5月25日に復帰し、参加のトリプル A 級、シャーロットナイツでプレーしたが、成績不振で8月3日に解雇された。その後、アトランティックリーグのサマセット・パトリオッツと契約を結んだ。2014年は、アトランティックリーグのサザンメリーランド・ブルークラブスでプレーした。 2014年6月13日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。参加の AAQ チャタヌーがルックアウトへ移動した。ありがとうございます。